第2代リートリム伯爵、第2代リートリム伯爵、ナサニエル・クレメンツは、アイルランド王国出身の貴族、政治家、アイルランド庶民院議員、連合王国庶民院議員を歴任した。1795年から1804年まで、クレメンツ死爵の儀礼称号を使用した。初代リートリム伯爵、ロバート・クレメンツとエリザベス・スケフフィントンの息子として、 1768年5月9日にダブリンで生まれた。クイーンズカウンティポータリントンの私立学校に通った。あと、1785年7月22日にオックスフォード大学オリオルカレッジに入学。1788年に BA の学位を習得した。1790年にキャリック選挙区とロスコモンバラ選挙区でアイルランド庶民院議員に当選。 全社の代表として議員を務めた。1797年の選挙では、キャリック選挙区、キャバンバラ選挙区、リートリム選挙区で当選、リートリム選挙区の代表として議員を務めた。1801年にアイルランド王国とグレートブリテン王国の合同に伴い、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立すると連合王国議会で、 庶民院議員として続投、1802年イギリス総選挙では自身の影響力を持ってトップ当選した。ホイック党に所属し、アイルランド庶民院では初め野党の一員だったが、1795年に与党に転じた。合同法問題をめぐり、父の初代リートリム伯爵は選挙区廃止の保証金を受け取ってアイルランド貴族代表議員に選出されたが、 息子のクレメンツ施爵は最後まで合同に反対した。連合王国庶民院における活動は見られなかった。1795年にリートリム主席治安判事に任命された後、1796年から1797年までリートリム県長官を務め、1796年6月22日から1802年までドニゴール県民兵隊隊長を務めた。 1804年7月27日に父が死去すると、リートリム伯爵を継承した。同年、ドニゴール首席治安判事に任命された。連合王国貴族への助釈を望み、グレンビル男釈内閣もそれを支持したが、その後の歴代内閣には支持されず、助釈は、グレンビル男釈内閣の崩壊から20年以上、経過した後のこととなった。 1831年6月20日、連合王国貴族であるドニンゴール県における、キルマク連乱のクレメンツ男爵に除された。同年10月7日から1854年12月31日に死去するまで、ディートリム党官を務めた。1834年4月8日、聖パトリック勲章を授与された。同年10月31日、 アイルランド数密院の数密顧問館に任命された。1854年12月31日に、ヒルデア県キラドゥーンで死去。1855年1月8日に、ダブリンの生米館協会で埋葬された。息子、ウィリアム・シドニーが爵位を継承した。1800年7月24日、メアリー・バーミンガムと結婚、五男三女を設けた。ありがとうございます。